プレミアリーグ新シーズン始まります、えー はいどうも、ベン・メイブリーです。ご無沙汰しております。プレミアリーグ2425シーズンが間もなく開幕します。ということで、早速このチャンネルで全20チームの最終順位予想企画をやっていきたいと思っております。 それよりも先にちょっと告知2つあります。シーズンプレビュー企画も2つやっているのですけども、1つはナンバーという雑誌でですね、林良平さんという元 J リーガーで解説仲間と一緒に対談企画をやらせていただきました。それから私、DJ デビューもやりました。 FM 心という大阪のラジオ局で1時間番組をやらせていただきました。その放送が土曜日17日の20時より1時間。 プレミアリーグのプレビュー番組を一人喋りでやらせていただきました。もうめちゃくちゃ楽しくて、えー、もっともっとラジオの仕事をやっていきたいなと思いますけども、関西では、えー、FM765 の電波で、えー、聞いていただきますし、全国でラジコで聞けますので、ぜひぜひ、えー、ラジオ好きな方、フットボール好きな方、ぜひぜひ聞いていただければ嬉しいなと思います。それでは早速、 今シーズンのプレビューも全20チームそれぞれの魅力面白さもあるのでもう全部言いたいこと言ってしまうと。 何時間も行ってしまいますけども、できるだけコンパクトに、えー、全チームの予想とその理由について語っていきます。まあ、私の順位予想、優勝予想がここ4シーズンで3回当たってますけれども、えー、この時点でですね、ユーロもあって、コパアメリカもあって、PSR 財政ルールの制限もあって、移籍活動がおとなしかったんで、残り2週間って結構動きがあると思いますんで、 この時点、話してる時点と、9月の頭、移籍市長終了後の時点で結構いろんなチーム変わってるかもしれないので、今の予想どこまで参考になるかちょっと疑問があるんですけども、まあ楽しいから、それがシーズン開幕前の楽しみの一つやから、えー、予想していきたいと思います。まず、ボトムハーフ11位からやっていきますよ。 11位は、ブライトンホーブ・アルビオンです。今シーズン、ブライトンの魅力と言いますと、もう一言で三笘選手ですね。もう今シーズン爆発すると思っています。昨シーズン、あの結果さえなければ、もう今どっかすごいビッグクラブに行ってるかもしれませんし、それが残念やったと思いますけども、 ブライトンの顔でもあって、プレミアリーグの顔の一人にもなって、現地でもめちゃくちゃ愛されているので、今シーズン怪我することなくめちゃくちゃ活躍してほしいと思いますし、それができればブライトンが、えー、結構期待できると思うんですけども、もちろんディゼルビーがいなくなりました。31歳の監督、ファビアン・フルツェラ監督がやってきて、もプレミアリーグそのものよりも若いですね。1993年2月生ま,生まれで、その時点でアストンベラがプレミアリーグで首位でした。 え、2試合、消化試合2試合少ない状態で、ノリッチが本命かなという状況だったんだけど、結局、あのシーズンユナイテッドが優勝しましたけども、まあ、フスラ監督、新監督がクラブの DNA をよく理解しているデータ、分析による補強とかチームプランニングのこともよくよく分かっている人し、うん だし、えー、ブライトンという街も気に入っているんですね。えーまあ、ハンブルクと同じように海も近いし、ちょっとなんていうかな、えー、自由、えー、な、えー、文化がある街,街なので、まあ、その環境にフィットするのではないかなと思います。いろんな、えー、変化、いろんな変わったこともありまして、えー、もう長くプレミアリーグで、えー、ブライトンを支えてきたグロッス選手がドルズムンドに 言って、えー、それでもちょっとブライトン悲しいかもしれませんけどもミンテが、えー、昨シーズンのフェイノルドのローンで結構活躍して楽しみな選手だし、えー、彼とイブラヒム・オズマンもう一人の新加入選手が、えー、プレーシーズンで結構活躍し,し,したので、えー、まあ 新たな楽しみが多い今シーズンのブライトンですね。マッツ・フィーファという、えー、ブランチの選手も結構ヨーロッパ全体で評価されている。私はもうブライトンの補強ブライトンのクラブの方向性を信頼しているので、そこまで知らなかった選手でも、まあ、ブライトンが取るなら強いなと思いますけども、ただ今シーズンまあ9つぐらいめちゃくちゃ強いチームがいると思っている中で、ブライトンが新たなサイクルの1年目になっています。でその中で えー、ブライトン11位としました。12位はブレントフォードとしました。アイヴァン・トニーがまだいるのがちょっと驚きですね。正直、本人も驚いてるかもしれません。結構平気でですね、1月あたり、えー、遺跡の話してましたけども、まあ8月、えー、15日、16日になろうとしている現在、えー、まだまだブレントフォードにいます。で、その、えー、代わりとして、 えー、イゴール・ティアゴという選手を1月、えー、ブレントフォードが取りましたけども、クループルヘから、ただ、プレシーズンでちょっと怪我してしまって、もう今年いっぱいまで、えー、試合に出られないというふうに言われているので、トニーが残ってよかったかなと思います、2開けて。で、それで大きなチェンジが。 今シーズンのブレントンにないんですけども、リバプールからファビオ・カルバリを取ったのがちょっと楽しみですね。フラム時代は結構活躍していて、チャンピオンシップではちょっと反則なレベルだったんだけど、リバプールに移籍して、そこまで出番がなくて、昨シーズンまだチャンピオンシップでハロシティに行ったんですけども。 ブレントフォードがね、有望視される若手選手にとっても、ブライトンもそうですけども、すごくいい環境だなと思います。これまでのブレントフォードの蓄積もあって、彼もちょっとプラスアルファになると思うので、今シーズンのブレントフォードも面白いなと思います。12位とします。13位は、 ボーマスとします。ソラン系がいなくなったのを言いたいと思います。スパーズに移籍して、もうやっとね、昨シーズンプレミアリーグで19ゴールを決めて、やっとチェルシー時代に期待されていた彼のポテンシャル、やっとやっと見れたかなと思うので、スパーズに行けてよかったと思いますけども、まあ、彼の19ゴールを 誰が決まる誰が決めるかっていう問題があった中で、エヴァネオスを取るんじゃないかなっていうニュースがちょうどその収,録収録の準備をしている中でそのニュースが出ました。えー、ブラジル代表のフォワードですね、えーまあ、ポルトから取ることが濃厚だっていう報道が出ましたけども、それでプレミアリーグの強さ、 そして、資金力、そして魅力が半端ないんじゃないかな、そのまた、その証になるかなと思います。そのブラジル代表フォワードを、ボーマスという比較的スモールクラブが取れるなんて。うん すごい話です。で、n s u ナ a r 昨シーズン、えー、ローンで取ってた選手ですけども、彼が完全移籍に変わりました。あと、まあ、シェフィールジュナイティの若手、ダニエル・デビソンも取って、まあ、これからね、得点力になることが期待されていて、で、エヴァニオスに取れなかったら、まあ、アーサーのインケティア取りに行くんじゃないかなという報道もあったんですけども、とにかくそのフォワードのポジションが、ね、決まれば、ちょっと方向性が見えてくるかなと思います。昨シーズン、イラーウラ監督、 1>, 1年目となって、何ヶ月、ねえー、かかりましたけども、チームでそのプレイスタイルが浸透してから、もうだいぶいい成績を残しました。最終ラインの新加入選手、バルセロナから、えー、フリエン・アラオホと、えー、ユベントスからディーン・ハイセン取ったので、まあ、またね、ちょっと面白い移籍活動をしていて、えー、今シーズン、そこまでギューンと上に行くことは難しいかもしれませんけども、 もう、得点力さえ大きく落ちなければ問題はないかなと思っています。13位としました。14位はウォルハントンワンダラーズとしました。ただ、ウールズもしかして、プレミアリーグの中で残り2週間で一番 北京に動くチームになるかもしれないので、読めないのも大きいです。えー、ペドロ・ネットとマックス・キルマンという選手がいなくなって、その穴がでかいかなと思います。最終ラインの穴を埋めることが期待されているのは、イエルソン・モスケラですね。えー、昨シーズンローンでビジャーライアルに行って結構活躍を見せたのですけども、前線の方では、えー、昨シーズンリーガーのセルタで13ゴールを挙げたヨルゲン・ストランドラ・ラーセンがどこまでプレミアリーグで通用 するかというのが結構大きいかなと思いますもう放出で結構ねお金が入ってきているのでこれから2週間余り お金が使える状況だと思いますけども、それはちょっと忙しくなる。で、それ次第で結構左右されるかなと思います。今のところ14位としました。15位はエヴァトンとしました。昨シーズン PSR の問題がずっとずっと続きまして、で、それが今年の夏の移籍市場、移籍活動にももちろん影響しましたけども、 さらに2223シーズンまでの期間について追加処分を受ける可能性もありますその、ね、新しいスタジアムの建設費その金融についてちょっとまだ解決されていない部分が残されていたのでその処分もあって2324までの期間についてもまあ調査があるかもしれませんのでそういう心配はあります PSR の心配ある中で えー、アマドオーナーナーをビラ、えー、に今放出しました、ねで。それで、えーまあ、ビラからもらった若手の中盤選手、エルブナムをまと、あ、もの予定以上に早めに使わざるを得ないかもしれない。プレシーズンでゲームをガーナはちょっと怪我してしまったので、そこはちょっと心配ですけども、ナポリからイエスペル・リンストレムを取れたのが結構面白いかなと思います。ショーン・大イ監督はずっと 自分らしい、自分のフットボールらしいウィンガーを欲しかっていたので、えー、やっと取れたかもしれません。それから、えー、ジェイク・オブライアンというディフェンダーも結構面白い新加入選手になるかなと思うので、まあ、大監督昨シーズンいろんな、ね、難しい状況があった中でチ、チームを安定させたので、大丈夫かなと思いますけども、ピッチ外のことがまだちょっと心配ですね。オーナーね、買収が決まらなかったので、そこもすごくいろんな 財政面面オーナーナの心配はあります16位予想はフラムにしています、ちょっと低いなと自分でも思っているのですけども、でスミスローを取ったアーセナルからですね、スミスローが、ね、やっとプレミアリーグでレギュラーとしてコンスタントに活躍してくれれば、どこまで彼ができるか、すごく見るのが楽しみで、もしかしてそれ次第ですごい上に行けるかもしれません。 で、まあ、蓋開けてみないと分からないのですけども、サポーター、現地サポーターはデコルドリートがレスターに移籍しちゃったこと結構、まあ、嘆いていましたし、長くセンターバックでやっていた、コンスタントにやっていたティム・リンもいなくなったんですけども、それとともに、アタラバイオの移籍が、まあ、いなくなることがもう元から濃厚でしたし、それからパリーニア1年前にバイアル移籍が実現しなかったんだけど、今年は実現したので、まあ、それはもう分かっていたことですけども、えー 新しいセンターバック、ホルヘ・クエンカーがソックフィットにならないと最終ラインちょっと不安定になるかもしれないのですけども、あとちょっとロマンがあるんですね。えー、ライアン・セセニョン、もともとフラムにいた頃、チャンピオンシップで本当に大活躍して、私めちゃくちゃキャ 期待してましたけども、スパーズ移籍してからも怪我が多かったし、なかなか難しい数年になったので、フラムに戻ってきましたね。フラム、ね、フルスに戻ってきて、昔見せた、若い頃に見せた活躍をまた、ね、そのレベルを取り戻したら、フラム面白いかなと思います。もう16やさせて、ちょっと低いかなと思いますけれども、今の時点ではそういう予想となりました。はい、残り、 ボトムハーフでは4チームあります。果たしてどこが降格するのか。まあ、まだ、えー、昇格組どこ一つも上げていないですね。サウスハンプトンとレスターとイップスウィッチの3チーム。あと一つ言っていないのがノッティガム・フォレスト。えー、フォレストは昨シーズンまで、えー、セットプレーの守備で結構苦労しました。で、これで今年の夏、えー、ブラジルのゴールキーパーカロロス・ミゲル、 2メートルと4センチの身長のあるゴールキーパーを取りました。それから、セルビア代表のセンターバック、この補強面白いなと思ったんですけども、ニコラミレンコビッチを取ったんですけども、195センチ。もう今シーズンのフォレストの後ろは高さとにかくあります。フォレストも PSR の問題もありましたけれども、まあ、センターバックにやカ手を放出して、それでも、なかなかいいお金が入ってきました。そして、ジョッタ・シオバという選手がポルトガルからやってきて、それでネト監督、 えー、失礼、ヌーノ監督が選べるウィンガーの数がまた増えたのですけれども、私ね、ヌーノ監督の選任がちょっと、えー、メンデスのね、ね名代理人の影響も大きかったんで、それクラブの上層部オーナーとメンデスの関係があったのでヌーノ監督になったんですけども、全体的な方向性は。 ちょっとどうかなという、えー、思い、心配もあります。そのスタジアムのサポーターの歴史すごく好きだし、えー、ハドソン・オドイとか、エランガとか、アオニーとか、ウッドとか、めちゃくちゃ昨シーズン活躍を見せて、残に争ってたのが不思議なくらいでしたが、 まあ、他のね、昨シーズンから残ったクラブと比べて、ちょっと不安材料が多いかなと思います。昇格組について言いますと、えー、チャンピオンシップで優勝したレスターシティが、もちろん監督を失ってしまいましてね、エンゾ・マレスカがいなくなって、スティーブ・クーパーがレスターにやってきたんだけど、彼はすっごくいい監督だと思います。ただ、ちょっと悲しいストーリーだなと思います。もともとね、フォレストの監督だったんで、ちょっと、まあ、オーナーが、 えー、クビにしたのは彼にとってちょっと可哀想だったなと思いますし、フォレストのサポートに愛されてたんですけども、地元ライバルチームでもあるレストシティに行ったって、フォレストサポーターがちょっとあれって思いますし、あとレストサポーターがですね、もし最初から結果があんまり良くなければ、あのフォレストのやつ連れてきたのが悪いとか言うかもしれない。それ ちょっと心配ではあって、それからレスターも今シーズン PSR の処分、勝ち点剥奪ペナルティを受ける可能性が十分に高いかなと思います、6ポイントあたり。で、それで、えー、夏移籍活動が、その影響もあって、ちょっとおとなしいですけども、ジュースブリーホールが、ね、マレスカ監督の言ったチェルシーに移籍しましたし、戦力を見たら、まあ、昨シーズンのチャンピオンシップ レベルでは戦力が強すぎたで正直一作シーズン降格した時は降格するのがおかしいぐらい戦力を持っていたのですが今シーズンの今の戦力を見ると一作シーズン降格した時よりも弱いかなと思います。サ,サムトも 同じく、えー、降格して1年でまた戻ったんですけども、プレミアリーグの、まあ、昇格プレーオフ、チャンピオンシップの昇格プレーオフで勝ったんですね。で、あのときリーズが相手だ,だったんですけども、シーズン終盤戦のリーグ戦と、それから昇格プレーオフの決勝戦で、ラッセル・マーティン、監督1年目のラッセル・マーティンでしたけども、 リーズ対策がめちゃくちゃ面白かったというか、いつものサッカーを完全に変えてリーズにボールを持たせて困らせてそれで勝ち切ったのが面白かったので柔軟性は持っている監督ですけども基本的に持ってボールを結構持ってて結構見ていて面白い攻撃的なサッカーをやるのですけれどもチャンピオンシップでやってきたサッカー、プレミアリーグで本当にね通用するのか昨シーズンバーにそういう問題になったし 今のサウスハムトンのフォワード陣を見ると、プレミアリーグレベルでは点を取れるのかという心配が大きいですね。めちゃくちゃいい監督はいるのですし、えー、ハーウッド・ベリスとあとウェスタンムからフリ,ンフリン・ダウンズ、昨シーズンローンで活躍して、それ完全移籍に帰ることに成功して、それすごく大きいと思います。昨シーーズンの戦力ぐらいはキープが できたのですし、あと結構安いお金でいろんな面白い選手を取って、昨シーズンシェフィールジュナイテッドチームとしてめっちゃ弱かったプレミアリーグではですけども、ベン・ブレルトン・ディアスが後半戦14試合だけで6ゴールを挙げたので、そのね、 残留争いのチーム、結局降格するチームであれだけ活躍ができたので、サさーサントも取れてよかったかなと思います。同じような活躍をするのがマストかなと思います。でもちろん、菅原選手が加入しました。ただ、ちょっとウォーカー・ピーターズがもともとの予定と違って、今のところサさーサントに残っているので、ポジション争いがちょっとそれで難しくなるかも分かりません。で、この4つのクラブ、じゃあ最終順位どうしましょう残留するのは イップスウィッチタウンだと思います。イップスウィッチタウン。イップスウィッチタウンが面白い。17位にするんですけども、もう本当に収録開始直前にカルビン・フィリップスの勧誘が決まったという報道が出ました。それはすごい、えー、獲得だなと思って、なんかステートメントでもあります。これはもうプレミアリーグ全体のメッセージ、本気だぞっていうメッセージですね。で、それのポジションがイップスウィッチを見たら、 必要なポ昨シーズンのブランチ2枚が、まあ、モーシー彼がめっちゃいい活躍しましたしモーシーとルオンゴのコンビでしたけどもプレミアリーグの経験値がないし、えー、そこのポジションがね イプシーのサッカーをあの2人でやっているのがプレミアリーグではちょっとリスキーかなと思ったので昨シーズンのルートンと同じようにブランチの補強ができればちょっとプレミアリーグの経験値を連れてくることができればいいな面白いなと思っていたところキャロビン・フィリップスが行くという報道になっています。イプチがサクシーズのルートンと同じように プレミアリーグを盛り上げてくれる昇格組になるんじゃないかなと思います、ね。で、私の予想では、ルートンと違って、イップスウィッチは残留するなんじゃないかなと思います。左サイドバック、リーフ・デイビスがめっちゃ活躍できそうだなと思いますし、彼がもうすぐ攻撃参加をして、 ほぼ左ウインガーとしてプレーするんですね、クロスをいっぱい入れる選手ですけども、チェルシーからおまわり、ハッチンソン、完全移籍で取れたのが大きいで、でシフォワードのリエン・デラップも取れたのが大きいと思いますけども。 ね、3部から2部、2部から1部という2年連続の昇格で今のメンバーがプレミアリーグで通用するかという不安が大きいと思いますけれども、キーラン・マケンナ監督、めちゃくちゃいい監督なので、私は17位の予想です、18位、ノッティンガム・フォレスト、19位、レスター・シティ。 最下位20位サウスハムトンという予想をしています。はい、これでボトムハーフ終わりですけども、トップハーフの予想はパート2の動画でやります。もう十分、えー、長く、えー、喋っちゃいましたので、パート2の動画で後ほど、えー、公開するので、えー、お楽しみにしてください。優勝するのは果たしてどこなのか。MAV でした。どうもありがとうございました。